日本の社会教育科、仏教学者、宗教家、東洋大学第十二大学長。豪和大園。聖徳大使法参会理事を務め、聖徳大使聖殿が、天皇、皇后、皇太后、皇太子に献上されるなど、皇室とも深い関わりがあった。三男は、文筆家の高島雄三郎。日野絵馬出版社と、東洋大学。 高島米宝の呼びかけにより結成された、東洋大学廃止同盟新潟県中区引郡築地下村出身。高田の工人教皇、西本願自分学寮を経て1893年に上京して哲学館に入学し、1896年卒業。井上遠寮の女子となり、東洋哲学の編集に従事する。その後、北国新聞記者、 経過尋常中学校講師を経て、中央公論の評論を担当する。1902年に、哲学館が、中等教員無試験検定の認可を取り消された、際には、中央公論第18年第3号に、哲学館事件とは何ぞやと題する一文を表して、文部省の対応を厳しく批判した。哲学館時代から、ユニテリアン教会に通う。キリスト教の影響を受け、 新仏教運動を提唱し、坂井野明、渡辺海局、加藤源智、道、通る玄、田中治六、安藤博士、杉村重大と新仏教同士会を創立し、禁酒、禁煙、廃傷運動などを展開。帰還雑誌として新仏教を創刊した。1901年には、小石川原町に、慶成堂書店を開き、さらに日の絵馬出版社を起こして、 多くの哲学、宗教書を出版した。1924年から1926年まで、東洋大学校友会委員長、1931年から、東洋大学財団維持員を務め、1936年には、東洋大学講師となったが、1938年10月、辞任。1943年7月東洋大学第十二大学長となったが、 石原産業鉱山での勤労動員問題により一年半、足らずで辞任。戦時中は、日本文学法国会評論随筆部会長であった。1945年4月14日未明の、空襲で、本郷明け町の自宅が消失したため、三島海運の行為により来多玉群三鷹町北野の、カルピス牧場跡の家に移り住んだ。 1949年10月25日、観音法のため三鷹の自宅で死去。法名は、広島院、釈米法。墓は、文京区の新清寺にある。仏教図書の出版にも尽力し、その著書は64冊に上る。ありがとうございます。